身近なすごい人テレビ始まります。こんにちは、中橋です。沼田です。はい、今日のすごい人のご紹介はですね、ヨガ1動画で120万回再生を実現したすごい人を紹介したいと思います。はい、120万回と、再生を実現した人、誰なんですか？あ、実は私なんですね。すごいですね。はい、そうなんですよ。はい、120万回ね。はい、120万回っていうとあれじゃないですか、はい、いわゆる YouTuber ってやつですミリオンね、はい、YouTuber ですね。はい、ユッキー YouTuber、はい、それで飯食ってんすか？いや、全然そこまでいかないですけどね。現実は厳しいですね。はい、これあのヨガのね、はい、動画の開脚、はい、あの一時すごいブームになったと思うんですけど、本が出てましたよね。はい、本が出る前にもうアップ動画、ね、登録しといたんで、 YouTube どっちが先なんですか？掲載しといたんで、はい、あの本を見てこれは当たるなと思って作ったわけですはい、だからもうあの本が出て多分さらにあの輪をかけて再生されたっていう。そうかもしれないですね。そうですね。はい、はい、ただこれね、あの暗いんですよね、僕。どうですか？あんまりあの人気がない時に作ってたんで、はいはい、あの顔が、僕の顔自分で見直しても暗いんですよ、暗い、はい、だからもう消そうかなってなしね、あの見てる人がこう笑顔にならないっていうかね、ちょっと暗いんで、消そうかなと思ったらなんかどんどん増えていったんで。初めから増えるもんですか？いや、そんなに。そうなんですか？途中からですね。どこかで紹介されたかなんかですかね。あ、そうかもしれないです。多分そうだけど見つけられないですよね。開脚なんてあの本出てからもそうですけど、うん、もういっぱいみんなヨガの先生がね、うん、やってるんで、はい、でも普通 そのヨガの先生のやってる、開脚の動画とか違うんですか？そんなに変わらないんですけど、はい、ただあの僕らの本当にもともと体硬い人が始めたんで、うん、あのだからもう超初心者向け的にゆっくりゆっくり、自分が実際やったように、はい、できるようにというのを教えてたんだ。だからいいですね、多分これなら全く硬い人でもやれるんじゃないかっていうような、うん、はい、逆にそういうあの、はい、柔らかいというのを売りにしてるんじゃなくて、硬いというのを硬いの、はい、いいですね、はい、そうです、それが伝わってるんでしょうね。もうなんか超初心者向け的な気持ちで作りましたね、うんうん、はい、そしたらやはり伸びて、うん、そうですね、120万回までいってるという状態、はい、本人もびっくりしたっていうのがありますね、うんうん、はい。どうしたらそういう人気の出る動画が作れると思います？人気の出る動画、そうです。でも数こなすことですかね。数ですよ、やっぱ。はい。この中で腹筋も作ったんですけど、うん、まあ、腹筋もあの高いのは2万回とか、うん、意外と行くんですね。行ったりしてるんですけど、うん、それもやっぱり本当壁を使った優しいものなんですよ。うん、はい。ちなみにヨガのポーズもいっぱい作ってますよね。作ってますね。はい。それだとどのくらいなんですか、平均で？いや、もう平均も1000回もいかないですかね。あ、やっぱり少ないのは少ない、あ、そうか、でも今話してて思います。そのや優しい、あ、優しい、もうパッとできる、うん、誰でもできる、誰でもできる、うん、はい、そういうメッセージが入ってる。そうですね、はい、うん、あの開脚にしても腹筋にしてももう本当寝る前とか朝起きた時に、うん、すぐそのままできるっていうのが、うん、そういう感じで、あのタイトルとかつけると意外と伸びる。そうですね、うん、はい、それがいいかもしれないですね、うん、はい。じゃあこれからヨガ、まあ、ヨガに限らずですけどね、動画ですごい人を目指すための、はい、コツというのをちょっと教えてもらえますか？あ、もうまさに今の超初心者向けの内容。そうですね、できるだけ相手が多い方がいいですよね、はい、見てくれる人も、初心者向け、うん、あの今お持ちのね、なんかノウハウを公開したいって人は、うん、もうそんなん誰でも知ってるって、業界の人では知ってるよっていうようなところを教えてあげるといいかもしれないですね。なるほど、知らない人がいるってことを、初歩の初歩っていう感じでね、うん、はい、やっていただけるといいかと思います。この動画を見てね、あなたもすごい人にぜひなってください。よかったら下のコメント欄からのチャンネル登録をよろしくお願いします。では以上で終わります。はい、ありがとうございます。